教員の休日出勤に関して賃金が支払われない理由は何ですかチャット g p t 教員の休日出勤に関して賃金が支払われない理由は次のようなものが考えられます。1。勤務時間外の業務については賃金が支払われないことが一般的である。日本の労働基準法において 労働者が定められた勤務時間外の業務に従事する場合残業代が支払われることが原則となっていますただし教員の場合は定時勤務の範囲内で指導業務に取り組むことが求められるため休日出勤の場合でも残業代が支払われないことがあります 2. 教員の勤務時間は年間の総労働時間に基づいて決まる教員の場合 年間間の総労働時間が決められておりそのため、休日出勤の場合も、総労働時間内であれば、賃金が支払われることはなく、代わりに振替休日や特別休暇が与えられることが一般的です。3、教員の業務には、賃金以上の価値があるとされる。 教員の仕事は生徒たちを育成することであり、教育の現場で重要な役割を担っています。そのため、教員の業務には単なる賃金以上の価値があるとされ、労働者としての権利や福利厚生とは別に、そのような価値を考慮した待遇が設けられることがあります。以上のような理由から、教員の休日出勤について、賃金が支払われないことが一般的です。ただし、 教員の労働環境改善や待遇改善については継続的に検討される必要があります。チャット GPT さん、定時勤務の範囲内で指導業務に取り組むことが求められるとありますが、現実問題として定時勤務の範囲を超えて仕事が発生してしまっているのだから、その賃金を払うのは当然ではないのですか定時勤務の範囲内で指導業務に取り組むことが求められる。 というのは、教員の勤務時間についての一般的な規定です。しかし、現実的には指導業務や補助業務等で、定時勤務の範囲を超えて働くことがあるかもしれません。その場合、労働基準法では、超過勤務について、適切な割増賃金を支払うことが求められます。教員についても同様で、定時勤務の範囲を超えて働いた場合には、超過勤務手当等が支払われることが一般的です。 ただし、教員の場合は業務内容によっては勤務時間や賃金等に関する特別な規定が設けられていることがあります。また、公立学校においては教育委員会が勤務時間や賃金等について決定することがあるため具体的な状況によって異なる場合があります。したがって 教員の場合も具体的な状況に応じて、超過勤務に対する適切な賃金が支払われることが望ましいとされています。